資料の中に書いてますので、ラグビーワールドカップ推進室ということで、で、賛成ですけど、ここまでいきます。いよいよ1年後にラグビーワールドカップを迎えて、リニューアルできたということは感無量であり、まあ、そして、リニューアルできて多くの皆様方に、ご支援をいただいてできたわけでございますので、まあ、心から感謝とお礼を申し上げたい。聖地花園っていう、いわば歴史の重みを感じましたが、新しくなって、いわば未来がこの花園から見えるな